ロケット発射機 T40M17 とは戦車に装着する多連装ロケット発射機である。この兵器は第二次世界大戦中にアメリカ陸軍が使用した。発射機は M4 中戦車の長部に配置されており、20連装の発射管から7.2インチの T37HE 爆破ロケット、または T21 化学船ロケットの弾幕を打ち出した。この兵器は 第二次世界大戦の末期に開発され、使われている。少数が1944年から1945年の戦闘に投入された。また試験的な派生型として T40 を短縮化した発射機も1機が開発されている。この T40M17 ウィズバンドケット発射機は、箱状のフレーム内部に20発の7.2インチロケットを装填できた。 発射器は 75mm 方針のコントロールに伴い油圧で不良させることができた。もし必要があれば発射器全体の投機が可能であり、75mm 方は通常通りに使うことができた。発射器内のロケット弾は1回に1発を打ち出すか、または複数発の正射ができた。T40 は限定的な調達兵器であり、後にこれは純正式に分類された。 1944年から1945年のいずれの投入でもこの車両の数はわずかであった。これらの車両は D-Day での投入を起きとしたものだったが、試験は遅延し、D-Day の作戦計画に組み込むには最終モデルの完成が遅きに失した。また試験では、ロケット弾が乗員ばかりでなく戦車の周辺にいる人々にも危険となる可能性が示された。 1944年、海兵隊ではマリアナパラオ諸島の戦いでの投入の可能性を検討したものの実際の作戦では用いられることがなかった。海兵隊は30両の T40 装備車両を1944年のアルデンヌ戦線で使用した。ドイツ軍の攻勢により T40 装備車両は安全な場所へ撤収し戦争終了まで来た。北 イタリアで使われることとなった。その後、陸軍は余剰品を使用できるよう試み、戦機の回収キットの許可を得たが、たったに医療のみが回収されたに止まった。さらなる遅延により計画は放棄されることとなった。T40 は T40 の試作版であり、手法を撤去し、発射機の未完を短縮している。この撤去された手法は、ロケット発射機の不要機構と交換された。 改造に際して M4A にシャーマンが用いられており、この車両の側面には乗員のためのアクセスドアが追加された。ありがとうございます。